19イタチとの戦い第4夜。ネズミたちはその日、日が暮れるまで海岸にある山と積まれた食べ物を見て過ごしました。前の日の夜興奮して踊ったのと空腹とが重なって海に出て泳ぐ元気のあるネズミは一匹もいず、昼間中ずっと呼吸するのすら苦しいほど厚い岩穴の中で身動きもせずじっと横になっていました。それでも時々あまりに暑くなり横になっているのすら耐えられなくなると、穴の隅にある海と通じている小さな穴、潮の満干の時にはそこの海水も増えたり減ったりしたので海に通じていることが分かったのですが、の中に身を沈め涼をとり再び横になりました。日が暮れて辺りが幾分涼しくなってくる頃にはすっかり体力を消耗しきったネズミたちは、ただもう目だけをギョロギョロさせながらお互いの顔をぼんやり見つめ合っていました。そしてその横になっているネズミの耳にまたしても呪いの声が響いてきたのです。ネズミたちよ、もう他のことは一切言わぬ。ここに来て食べたらどうなんだ。これは君たちのために島中から集めてきたものだ。ここにいるのは私だけ、あとは山にいる。君たちは疑いすぎる。疑ってもいいが、そのために餓死しても始まらないぜ。ここに来た前、君たち全員が食べても十分余るくらい用意した。信じるってことも大切なことだ。ネズミたちは黙っています。呪いはさらに言葉を続けました。ここには水も十分にある。海水ばかり飲んでいたんでは体が持つまい。いいか、私だって戦いの相手に礼を尽くすことくらいわきまえているぞ。お互いに同じ条件で戦わなければ戦いに意味などないじゃないか。君たちはここに来て飲み食べ、そしてそこに戻る。私たちはここにいて君たちを見守る。どうだ、来ないか。ネズミたちは相変わらず黙っています。呪いはまた続けました。それでは君たちを安心させるために一つうまい提案をしよう。君たちの代表者をここによこしたまえ。そしたら実証してみせよう。私たちの方では君たちに食べ物と飲み物を提供するだけだってことを。断るぜ呪い。ガンバが少しかすれた声を振り絞って言い返しました。それほど俺たちに食べさせたいならそちらでここまで持ってきたらどうだ。そしてこの入り口の前に置いて海岸まで戻っていったら、それが簡単だぜ。ガンバよ、それは無理というものだ。いかに今潮が引いてそこまで行きやすいと言っても、2、3メートルは泳いで海を渡らなければならない。途中で落としたら元も子もなくなる。そんなことはできないよ。呪いはゆっくりそう言いました。それではお断りだ。お前の好意だけもらっておくよ。呪い、お前の作戦はすべて崩れたのだ。作戦だと？ガンバ、君の仲間を餓死させるのが君の作戦か。よくもまあ君の言うことを全員聞いているもんだぜ。君は一体何の権利があって仲間を餓死させるのかね。生き抜くためにか。それは詭弁だ。生き抜くために餓死をさせるなんて理屈が成り立つと思っているのかね。いいかガンバ、これから5分だけ待ってやる。その間にまず誰でもいいからよこしな。こちらは手厚くもてなすからな。何時間待っても無駄だぜ呪い。そんなに俺たちに食わせたいならお前たち全員後ろの山の頂上まで行ったらどうだ。そしたら考えてもやるぜ。最初はそう考えたガンバ。しかしこちらも君たちが食べるところをゆっくり見ていたいんでね。そうでなかったらますます君たちに疑われるだけだ。あと4分。
呪いはそこで口をつぐみました。ガンバは呪いとのやりとりを打ち切り、穴の奥に戻ろうと振り返りました。するとガンバは自分のすぐ後ろに横になっていたはずのネズミたちが立ち上がり、集まってきていることを知りました。そしてどのネズミたちもガンバの顔をじっと見つめているのです。なんだ、みんな戻って横になれよ。ガンバは思わずそう怒鳴りましたが、ネズミたちは一歩も後に下がりません。それどころか中の一匹がガンバの顔を見つめながら、そりゃ今まであんたがやってきたことは正しかったかもしれないさ。でもな、今の呪いの言葉まんざら嘘とも思えないぜ。代表者を送って試してみることなんか優しいじゃないか。例えば仲間の一人か二人行って試してみれば、呪いの言葉が本当かどうかすぐわかるだろう。ガンバはムッとしてそのネズミたちをにらみつけると言いました。今さらそんなことくどくど説明させんなよ。言わなくったってわかってんだろ。食べ物で釣るってことが呪いの最後の手なんだ。あいつにとっちゃ俺たちの一番弱いところをついたつもりなんだ。しかし呪いはああ言ってるじゃないですか。今までだって本当に呪いが襲ってくるつもりだったかどうか分かりはしないじゃないですか。こっちは3日間あっちへ行かなかったんですからね。一匹のネズミがそう言うと、幾匹かのネズミがその言葉にうなずきました。面白い考えだが、一体誰がその代表とやらになってくれるんだね。俺はごめんだぜ。おめえ自分で言い出したんだから代表になっていってみたら、なっていってみたらどうだ。後ろの方からよいしょが言いました。何も言い出した者が行くなんてこと、とさっきのネズミが言いよどみましたが、すぐ、ここの作戦から指揮からあんた方がずっと取ってきたんだからあんた方が行くべきだ。そうじゃないかみんな、と続けました。そうだそうだ。立ち上がっているネズミたちは口を揃えて言いました。バカなこと言うなよ。ガンバが怒鳴りましたが、ネズミたちは口々に行け行けと大声を上げています。ガンバとその仲間たち、それに塩地などがいくら言ってももうほとんどのネズミが言うことを聞きません。あと2分、呪いの声が響いてきました。行けよガンバ、最後までリーダーであってくれよ。ネズミたちは合唱のように口を揃えて言っています。あと1分、再び呪いの声が響きました。その時穴の奥の方でかすかに小さなものが岩に当たる音がしたと思うと、いいぜ俺が言ってやる、という声がしました。みんなが振り返ってみると、イカ様が手のひらにサイコロを持ってニヤニヤ笑って立っています。一々の長だ。ガンバ心配することはないぜ。これなら大丈夫。俺は行って一口ごちそうにありついてくるぜ。イカ様はそう言うとみんなをかき分け、もう入り口から外に出ようとしています。待てよイカ様、お前が行くなら俺も行くぜ。ガンバもイカ様に従いました。ガンバとイカ様ですな。2匹が入り口から外に出ると、すかさず呪いがそう言いました。ガンバ、落ち着いていこうぜ。呪いのやつ俺たちに危害を加えやしねえさ。まあ見てろよ、これもやつの作戦のうちさ。その裏を書けばいいんだ、こちとらはな。イカ様は平気でずんずん呪いの方に向かっていきます。ネズミたちは全員外に出て、ガンバとイカ様とそれに呪いを息を詰めて見ています。呪いは丁寧な物腰で波打ち際まで2匹を迎えに来ました。他のイタチたちは姿を見せません。ガンバとイカ様は体を振って海水を振り落とすと呪いに近づいていきました。呪いは
白い毛を月の光でこれ見よがしに美しく光らせ、近づいてくる2匹を見ています。しかし2匹がノロイの手前1メートル余りのところに行くと、穏やかな声で、まあ無理することはない、君たちは食べ物を食べに来ただけで話し合うのが目的じゃない、まっすぐ食べ物のところへ行きたまえ、私は離れて座っていると顔に微笑を浮かべ、目を軽く閉じるような表情で言いました。2匹は言われるままに海と山の中間にある岩の上に並べられている食べ物のところに行きました。ノロイは1メートル離れて後ろからついてきます。ノロイ、遠慮なくいただくぜ。イカ様は積み上げられているものの中からリンゴを取り出すとかじり始めました。味はまあまあってとこだな。イカ様は平気な顔をしてかじり続けています。しかしガンバの方は後ろにいるノロイが気になり、とても何かを口に入れられるような状態ではありません。おまけに他のイタチがどこに隠れているのかも気がかりです。ガンバ、おめえそっちのバナナにしろよ。まあ俺たちが食っているものに比べて味が上だとは言えないが、たまにはいいぜ。イカ様はガンバにそう言いながら顔をしかめて、早く一口でも食えよと表情を表しています。ガンバはイカ様に習いリンゴに噛みつきました。無論味などを少しもしはしません。ノロイ、ここに来て一緒にやってもいいぜ。招待者がいなくてはせっかくの食い物も味がしねえぜ。ノロイ、後ろになんぞいなくていいからこっちへ来いよ。イカ様が振り返りもせずノロイに呼びかけました。ノロイはひょいと飛び上がり、2匹の頭の上を飛び越し、食べ物の山の向こう側に座り込みました。そして2匹と同じようにリンゴを食べ始めました。いかがですかな、このリンゴは。まあシーズン前のものですからそれほどうまくはないですがね。ガンバさん、リンゴよりもバナナの方がうまいかもしれませんよ。ノロイはそう言いながらガンバの目をじっと見つめました。ノロイの目は月の光を反射するというより飲み込んでいるみたいに深い青に近い茶色に見え、その目の色にガンバは思わず引きずり込まれそうになります。ガンバも懸命にノロイの目を見返しました。ガンバの方は黒くキラリと光る目です。俺はリンゴで結構、昔からリンゴ以外はあまり口にしない方で、ところで他の仲間たちはどうしているんだ。ガンバはノロイに問いかけました。ああ、仲間は裏山で寝てるだろう。君たちに約束した通りにな。ノロイは当たり前のことを聞いてくれるなといった口調で言い返します。よく辛抱してるな。ここに来たくてうずうずしてるんだろうが。イカ様が上目遣いでノロイの顔を見て言いました。ノロイは一瞬眼光を鋭くしましたが、すぐ笑顔を作ると、イカ様、あなたも相当な方ですな。あなた方を招待するのに辛抱も何もあるもんですかと言いました。おいノロイ、誤解するなよ。俺が辛抱と言ったのは、こんなにうまいものがたくさんあるのに自分たちは食べないで我慢しているのを辛抱だと言ったんで、たいはないぜ。イカ様はにやりと笑うとノロイに言いました。ノロイはそれに対しては一言も答えず、黙ってリンゴを食べ続けています。うまかったぜノロイ、感謝する。この辺で失礼する。ガンバはリンゴを少しかじっただけで立ち上がりました。俺もだ。ミカ様も立ち上がりました。ノロイはもっと食べていってくれればいいのにと言いながらも、別に引き止めようとはしませんでした。しかしガンバとイカ様が戻り始めると、それで後のと言いかけました。
あとの何だい？イカ様は振り返りざまに言いました。あとの君たちの仲間の。ああ、あとの仲間か。そりゃ俺たちだけ食うってのはよくないさ。ほら、なんとか言うだろう。あの、お裾分けとかなんとかさ。仲間もすぐよこすよ。みんな来たがってるからな。そして、イカ様はそこで一度息を吸うと、一言一言区切るようにはっきり言いました。そして無論、残り全部で一度に来た方がいいんだな。そう願えれば。ノロイが小さな声で珍しく突っかえて言いました。それとも、俺たちと同じように2名ずつよこしてもいいかい？いや、それじゃあ無駄な時間を食うだけですよ。皆さん一緒の方が接待しやすいし。わかったぜ。こっちも時間を無駄にしたくはねえさ。ただ、もしみんなが来たくねえって言ったらダメだぜ。俺たち利己主義者だから、みんなに来るなと言うかもしれねえ。イカ様がそう言ったとき、すぐそばの岩陰でかすかにガサッという音がしました。ノロイはえへんえへんと咳払いをしながら、それは君たちに任すが、せっかく用意したんだからみんなに食べてもらわなくては、と言い、2匹を波打ち際まで送りました。では繰り返すが、全員一度にすぐだな。イカ様はもう一度ノロイに念を押し、海に飛び込み、ガンバもすぐ後に続きました。くたびれたぜ、ガンバ。イカ様は泳ぎながらガンバに言いました。お前気づいていたかい？イタチの野郎ども、みんなノロイの周りの岩陰に隠れていたんだ。俺は奴らの姿を確かにこの目で見たぜ。そしてほら、岩陰でガサッという音も聞いただろう。あれも奴らさ。俺たちの出方によっては、俺たちに襲いかかろうともしていたんだよ。へ、神経が参っちまうぜ。とは言いながらも、イカ様は気持ちよさそうに泳いでいきます。ガンバはイカ様がノロイのところに行くと言い出したもので、後先を考えずについて行ったのですが、それから今までとても何かを観察するなんていう余裕などありませんでした。心臓はドキドキと自分でも聞こえるくらいに早く高鳴っているし、海岸に着いてからは足が勝手に動き、他のことを考えることなど無論できなかったのです。お、俺は疲れたというより恐ろしかった。ガンバはイカ様の顔を見ないで言いました。イカ様はガンバの言葉に表情一つ変えず、お前、あったり前のことを言うなよな、と言ったきりでした。岩山に着くと、2匹はすぐさま全員に取り囲まれ、何を食べてきたのかとか、ノロイと何をしゃべっていたのかとか、他のイタチはどこにいるのかとか、さまざまなことを同時に聞かれました。ガンバはまだ少し恐怖が残り震えてはいたものの、みんなを岩穴の中に戻すと、入り口から大声でノロイに叫びました。そして中のネズミには、これからノロイに言う言葉がみんなが聞いたことへの回答だと言っておきました。ノロイ、お前の作戦は失敗したぜ。今夜もな。おいイタチども、全員もう心配せずに岩陰から姿を出してもいいぜ。待ちくたびれるだけだ。お前たちがそこに隠れていること、最初から俺たちは知っていたんだ。ノロイ、4日間お前は全部しくじった。俺たちがお前の用意したものをのこのこ全員で食いに行くと思うのかい？俺たちはお前を冷やかしに行ったまでだ。ノロイ、今度もまた消えろ。ガンバの言葉が終わる前から、すでに海岸にはイタチたちが姿を現していました。そして、全員ノロイのそばに寄り、ノロイに何かを言っています。どうやらノロイを責めているらしいのです。ノロイも盛んに他のイタチたちを説得しようとしているらしく、
身振り手振りで喋っていますが、他のイタチの攻撃は鋭いらしく、たちまち呪いは岩の上から追われ、他のイタチと離れて座り込み小さくなりました。仲間割れだ。学者がそっとつぶやきました。それからもイタチはしばらくの間みんなで集まり、いろいろ話し合っていましたが、やがて中の一匹が岩に登ると叫びました。おいネズミ、呪いはお前たちが見た通り、もはや俺たちの棟梁じゃねえ。呪いのやり方はだいたい汚えんだ。歌だとか踊りだとか言うが、おめえたちをやっつける芝居なんだ。俺たちはそんなことはしねえ。棟梁さえいなければ、おめえたちと俺たちは本当は仲間なんだ。来いよ、一緒に食おうぜ。下手な芝居はやめだ。腹が空いているときは一緒に食う。それだけだ。来いよ、一緒に食おうぜ。そして他のイタチも全員、来いよ、食おうぜと繰り返しています。ネズミたちはイタチの言葉をどう判断していいのか分かりませんでした。あれも罠だというガンバたちと、今度こそ本当に招いているんだという島のネズミ、ことに高倉ネズミに分かれてしまいました。それにな、ガンバとイカ様だけじゃないか、うまいものを食ってきたのは、と高倉ネズミは言い出しました。違う、あれだって呪いの作戦に変わりはないんだとガンバは繰り返して言い張りましたが、腹の透き切っているネズミたちはガンバの言葉を信じようとしません。疑いすぎたら何もできんさ。また一匹の高倉ネズミが言いました。ガンバ、お前の言葉だって疑えば疑えたんだぜ。それを俺たち今まで信じてきたんだ。それだって大変なことだったぜ。今度はイタチの言葉を信じる。一度くらいいいだろ。とにかく俺たちは食わなければもうダメなんだ。食わなければ何もできない。俺たち、もしどうしてもお前がダメだと言うなら、俺たちだけで行くぜ。なあに、お前も同じようにすぐに帰ってくるからな。お前と議論している時間はないぜ。そう言うと、高倉ネズミの20匹余りが入り口から外に出ようとしました。やめろおめえら。よいしょが入り口に立ちふさがり、出て行こうとするネズミたちを抑えようとしましたが、相手は何と言っても20匹もいて、よいしょがいかに踏ん張ってもかないません。よいしょは入り口の横にどけられてしまいました。チェ、そんなに死にたけりゃ行きな。イカ様が、俺はもう知らねえぞと言った顔をして言いました。しかしそれでも行っちゃダメだ。ガンバが20匹の間に入り、穴の奥に戻そうとしますが、やはり跳ね飛ばされて穴の中央に戻ってきました。行くぜ。高倉ネズミはぞろぞろ外へ出始めました。待て。その時穴の奥からしわがれ声がしました。ガンバも他のネズミたちも声がした方をびっくりして眺めました。その声を今まで誰も耳にしたことがなかったのです。しかし穴の奥では一匹のネズミがすっくと立ち上がっていました。目をランランと光らせ首をしゃんと伸ばし、お前、ガンバは驚いて言葉を途中で切り、そのネズミの顔を呆然と見つめました。いや、ガンバだけではありません。穴の中のネズミ全員、それに入り口から外に出ようとしていたネズミも全員、そのネズミの顔に釘付けになってしまったのです。そのネズミはゆっくり奥から中央へ、そして入り口に歩み寄りました。みんな穴の中に戻れ。そのネズミは低いしわがれ声で外に出ていたネズミたちを呼び返しました。その声に高倉ネズミたちはそろそろ穴の中に戻ってきました。そして全員穴の中に戻ると、そのネズミは入り口に立ち振り返ってみんなの顔を見ました。
老いぼれ。ガンバが叫びました。確かにそのネズミは老いぼれでした。今の今までいつも穴の隅でほとんど横になり、目も伏し目がちに下ばかり向けており、何をしてものろまでおどおどしていた老いぼれだったのです。老いぼれは白くなったまつげの下から茶色い目を大きく見開き、穴の中の一匹一匹のネズミをじっと見つめ、それから一言、わしが行くと言うと、くるりと向きを変え入り口から出て行きました。ネズミたちは声も出せずに呆然と老いぼれの後を見送っているだけです。老いぼれが岩山を降り次の岩に登った時、ようやく中太の父親が入り口まで行き叫びました。トキ、お前はトキじゃないか、戻ってきてくれ。すると中太も父親に習い、おじさん戻ってきてよ、そっちに行ったらやられると言いました。すると他の島のネズミ全員合唱さながらにトキトキと叫び出したのです。ガンバたちは何が起こったのかわからずうろうろしています。トキトキという声は続けられています。しかし老いぼれ、トキと今は呼ばれている老いぼれは静かにイタチの方に歩いていきます。そして第二の岩の上に登った時、ようやく振り返ってみんなの方を見ました。そしてガンバよ、仲間たちよ、世話になった。わしはイタチのところへ行く。島の仲間よ、よくここまでやってきた。わしは一度君たちのところから逃げた。一人で逃げた。逃げることしか生き延びる方法がないとあの時は思ったのだ。しかし中太が港まで来た時、わしは初めて君たちがまだ島で生きていることを知った。わしは島に戻ってきた。わしにはそれだけしかできなかったのだ。島を去ってからの日々のことをわしは悪夢のように思い出す。一日として心休まる日はなかったのだ。仲間を捨てた者が、ふるさとを捨てた者がどうなるか。それがわしのこの姿だ。わしは年老いた。命ももういくらもない。よく見ててくれ、イタチの本当の姿を。戦いはまだしばらく続くだろう。戦いが続く限り戦わなければならない。逃げることはできないのだ。老いぼれはそこまで言うと静かに顔を上げ、青く照る月を見上げました。白いものが混じった毛並みが月の光の中かすかに震え、老いぼれの目は濡れて光っていました。では仲間たち、老いぼれは最後まで言わずイタチの方を向き、海に飛び込み海岸まで泳いでいきました。そしてイタチの真ん中に入ると、何やら大声でイタチに怒鳴り、イタチの一匹に平手打ちを食わせました。するとあっという間もなく老いぼれはイタチに取り囲まれ、イタチが再び囲いを解いた時はすでに姿が見えなくなっていました。位置につけ、ガンバが震え声で言いました。イタチが攻めてくるぞ。ネズミたちは黙って入り口を固めたり、中央に待機したりし始めました。イタチは海岸でうろうろしたり、何事か話し合ったりしていましたが、そのまま攻めては来ず、山の方に消えていきました。よし、ひとまず安全だ。みんな集まってくれ。ガンバは全員を穴の中央に集めると、見張りをよいしょとイカ様に任せ、自分はこれからのことを説明しました。他に意見があるかもしれぬが、これからのことは俺の言いつけ通りにやってくれ。あさっての朝、全員小島まで泳いで渡る。潮が引いてきたらすぐ出発する。昨日の夜みんなで歌った歌があさってのことを示しているということを学者が発見したのだ。この島は昔
イタチがまだ来ぬ頃には小島と年に一度行き来していたらしい。学者が今朝潮の引き具合を調べてくれた。急いで渡れば子供たちも大丈夫だ。泳がなければならない距離は200メートル足らず、あとは岩伝いに行ける。全員一人も欠けることなく泳いでいくように。俺は明日の朝大水なぎ鳥のつぶりたちに助けを求めに行く。海を渡っているときイタチに見つかった場合を考えてのことだ。それ以外に俺たちが助かる道はない。小島で新しい生活を始めるのだ。この島ではもう暮らすことができない。俺が出かけている間はよいしょと学者とチュータ、お前たちが指揮を取ってくれ。今までいろんなことがあったが、みんなあさってさえうまくいけば小島で暮らしていける。問題は明日だ。明日やつらがどう出てくるか、俺たちがここからイタチに知られずにうまく小島に迎えるかどうかなのだ。それでも行かなくてはダメだ。俺は今言ったようにつぶりに助けを求めに行く。途中でイタチにさえ見つからなければ半日余りでつけると思う。みんなが出発する頃には間に合うと思う。説明不足だが詳しく話しても仕方がない。後のことは向こうへ着いてから考えればいい。うまく行きさえしたらなんとかなるだろう。ガンバはそう言うと、あとは黙って見張りにつきました。ネズミたちはそれぞれ横になったり座ったりしていますが、口を聞く者はいません。ガンバとヨイショと学者、それにチュータは注意深く海岸を見張っています。イタチは姿を見せません。天気は持ちそうだ。ガンバ、なんとか行けるかもしれぬ。あとは君がつぶりのところまで行けるかどうかが問題だ。イタチに見つからずに小島まで行けるはずはない。せっかく行けてもイタチも一緒だったなんてことになったらおしまいだ。頼むぜ。学者が海岸に目をやったままぽつりと言いました。ああ、必ず戻ってくる。それよりも頼むぜ。こっちの方こそ。何がどうなるか予測はできないが。ガンバも見張りを続けながら言いました。俺たち交代するぜ。見張りをしている者の後ろから声がかかりました。振り返るとさっき海岸まで行こうとしていた高倉のネズミたちが思い詰めたような顔をして並んでいます。あんた方疲れてるだろう。少し休んだ方がいい。今晩は俺たちに任せろ。何かあったら呼ぶから。高倉ネズミたちはそう言うと、もうガンバたちを引きずるようにして穴の中央に戻し、自分たちは入り口に並び見張りを始めました。チェ、老いぼれのやつ、おめえっていうやつは。よいしょが目から大粒の涙をこぼして吐き捨てるように言いました。あいつがトキだったなんて俺は思いもしなかった。ガンバも声を詰まらせて言いました。学者は目をつぶったままで、高倉に仲間が残っていると老いぼれは多分信じていた。そしてあの時わざと疲れたようなふりをしたんだ。そのおかげで今こうやってと静かに言いました。ガンバ、もうすぐあなたは行くんでしょう。翌日の朝遅く、潮路は次第に満ちてくる海を見ながら言いました。明日の朝は今頃までには小島に着いていなければダメなんでしょう。そうでないと潮に流されていくわ。それにしても忙しい毎日だったわね。でも明日で全て決着はつくのね。どちらに転ぶかわからないけれど。ガンバ、いろいろありがとうございました。あなたが。いえ、もしかしたらこれが最後になるかもしれないから言っておくけど。いえ、ありがとう。他に言葉がないわ。
塩路はそこまで言うと唇をかみしめ黙ってしまいました。僕はこんな時でなかったら君に言いたいことがあったんだが、こんな時でなくもっと他の時、他のところで。ガンバもそこまで言うと声を詰まらせ黙ってしまいました。何？何なの？私に言いたいことって。シオジはガンバの顔をじっと見つめて言いました。ああ、こんな時じゃなかったら、こんな戦いの時、明日どうなるかわからないなんて時じゃなかったら、言ってお願い。シオジは声を高ぶらせてガンバに言います。僕はダメだ、今は言えない。明日はないかもしれないのよ。今言ってお願い。しおじ、もし小島に行けたら、そしたら言う。僕は、明日じゃないか、小島に行けるのは。そしたらきっと。明日なんてどうなるかわからないのよ。あなたはそれを知ってるんでしょ。あなたがつぶりのところまで行けるかどうかさえわからないんでしょ。言ってよ。今でなければダメなのよ。お願い。明日、きっと明日言うよ。ガンバは体をわなわな震わせながらそこまでやっと言いました。シオジはほとんど泣きなさんばかりにしてガンバを見つめています。ガンバ、イタチだ。学者がそっと2匹のところに登ってきて言いました。2匹がはっとして海岸を見ると、まだ朝だというのに、イタチが海岸に集まりこちらをうかがっています。ガンバ、君は海に飛び込め。そして浮いている海藻の下に隠れて遠くの海岸まで泳いでいけ。ここは私たちが守る。塩路さん、戻ろう。そう言うと学者は一足早く岩穴に戻っていきました。ガンバ、さようなら。幸運を祈るわ。シオジは濡れた目をガンバに向け、やっとそれだけ言うと岩穴に戻りかけました。僕は君が、シオジ、君が。ガンバはキレキレにそう叫びながら海に飛び込みました。そしてシオジと入れ替わりに一匹のネズミがガンバに続いて海に飛び込みました。そのネズミはガンバのそばまで来ると、俺も行かせてもらうぜ。お前といつか走り比べをしようと言ってたじゃないか。やっと機会が見つかった。つぶりのところまで距離もちょうどいい。まあ二人で行けばどっちかつぶりのところまで行けるさ。声の主はイダテンでした。ガンバとイダテンは海藻を体にかけ、静かに海岸に向かって泳ぎ始めました。そしてその時にはイタチはもう岩山のすぐ手前まで迫ってきていました。